飛島公共交通バスは飛島村地域公共交通活性化再生法提協議会が運行している路線バスである三重交通区はな営業所が委託運行を行っている飛島村の住民及び企業従業員の生活の足を確保し利便性と持続性の高い地域の公共交通サービスを目指すことを目的とし2009年4月より 運行を開始した。本校では2009年3月31日まで運行されていた飛島バスについても記述する。名古屋市と飛島村の境をまたぐ並港西大橋現在に路線を運行している。工述する飛島バスと同様飛島村臨海部と名古屋港エリアを結ぶ路線。通常村民の利用はなく名古屋市内から 臨海部の工場への通勤利用が大半を占める。1999年から2009年にかけて運行されていた飛島バスが一般道を経由し運行されていたのに対し飛島公共バスは伊勢湾岸自動車道を経由し運行している。ほぼ全便が名古屋市営地下鉄名港線名古屋港駅を始発とする循環便として運行されているが、 朝夕に区間便が設定されており、朝には公民館分館止まりの便が、夕方には公民館分館始発の便が運行されている。また、平日ダイヤで運行される循環便については、便によって飛島村内の運行経路が異なる。伊勢湾岸自動車道を通過する関係で着席を前提とした観光型の専用車両が使用されており、現在は、 日の、セレガ及び鈴ガーラが使用されている。立石乗車はできない。クローズドドアシステムはないので、名古屋市内のみの利用も可能。2009年4月より、運行開始した、飛島村と、近鉄名古屋線近鉄カニエ駅を、カニエ町経由で結ぶ路線。近鉄カニエ駅前、公民館分館の運行が基本となるが、朝は、新し正成神社始発。 夜は、新し政なり神社止まりで運行されるほか、平日一往復のミューメの里東の割発着便が運行される。平日ダイヤには、飛島村臨海部を経由する便も設定されている。朝に運行される近鉄カニ駅前発の便は、公民館分館まで急行運転を行っており、この区間は、神戸神殿、小四号、善光寺前のみに転車する。 一方、夕方に運行される、近鉄ニエ駅前方面の便については、すべての停留所に停車する。土休日及び、平日日中は、近鉄ニエ駅前と飛島村林海部を直通する、バスは運行されないため、公民館分館で名港線へ乗り換える必要がある。2010年10月1日より、ヤト市内に亀が、地、全田橋西停留所を新設し、 やとみ市コミュニティバスへの乗り換えを可能にした。これにより、カニエやとみを路線バスで行き来することが容易になった。名港線とカニエ線で、それぞれ運賃体系が異なる。両路線とも2021年3月31日まで、遠いか、マニカ、ピタパ等の IC カードは利用できなかったが、4月1日より、利用可能となった。 名古屋市内のみの利用でも500円かかる。両路線ともに定期券及び回数券が発売されている。伊勢湾岸自動車道を走行するため、高速道路に対応した専用車が用いられる。車種は、日野、セレガとイスズガーラ。三重交通クワナ営業所に所属。中型車のイスズエルガミオが用いられる。三重交通クワナ営業所に所属。車両不足や、 車両故障等の理由で30交通バスの一般車両が代走することもある。1999年4月1日に飛島村林海部の企業への通勤手段として名古屋シップサービスが運行を受託する形で名古屋港飛島村林海部のルートで運行を開始した。2007年4月2日からは名古屋林海高速鉄道はおなみ線。 金城不当駅飛島村林海部のルートで実証実験バスも運行した。運賃体系は現在と異なり全線片道500円、実証実験バスの金城不当飛島村区間のみの場合片道300円となっていた。車両は基本的に三菱不走エアロスターの全中比の飛び島バス専用車両が当てられ、整備などの都合によっては、 前扉のみの車両が当てられる場合もあった。飛島公共交通バスへの再編に伴い、2009年3月31日で運行を終了した。運行に使われていた車両は、呉市交通局、西越自動車に移籍している。ありがとうございます。